Session 505, welcome. Tonight, featuring Hideaki Nakaji and Opatada Grande. ジャズのライブをお送りするセッション505、司会の小川もこです。7月も半ばを迎えまして、本当に暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。2000年、今年の夏は特別に暑く感じますよね。そんな時は家でゴロゴロしているよりも、やっぱり太陽と友達になるのが一番。そして青空の下、こんなラテンのリズムで思いっきり踊りまくるというのはいかがでしょうか。今夜お送りするのはトロンボーンの中地秀明さんが率います総勢17名の熱きラテンの魂を持った男たちが、ここ NHK505 スタジオに集結しました。その名もオバタラ・オルケスタ・グランデ、オルケスタ・オバタララ・グランデです。どうぞ1時間たっぷりと楽しんでください。さあ、それではまずは1曲、マット・デニス作曲の、スタンダードナンバーを軽快なマンボのリズムでお送りしましょう。 Everything happens to me。
Thank you.
オルケスタオバタララグランドの演奏でまずは1曲 Everything Happens to Me でした。ソロはトロンボーン中地秀明、テナーサックス佐藤達也、ピアノ中島徹、コンガ山北健一、そしてドラムス藤井節でした。さあ、それではここで早速メンバー紹介参りましょう。まずはトランペットセクションからです。トランペット牧原雅宏、佐久間勲、菊池成弘、中尾隆一、続いてトロンボーンセクションです。バストロンボーン堂本雅樹、トロンボーン小坂佐助武美、トロンボーン宮内岳太郎、続いてサックスセクションです。バリトンサックス竹上義成、アルトサックスクラリネット谷口英二、アルトサックス近藤和彦、テナーサックス佐藤達也、テナーサックスアンディ・ウルフ、そしてリズムセクションです。ピアノ中島徹、ベース池田達也、コンガ山北健一、ドラムス藤井節、そしてリーダートロンボーン中地秀明。オルケスタオバタララグランデオールメンバーです。さあ、続いての曲はラテンジャズのパイオニアでもあるトランペッターディジー・ガレスピーの古いナンバーを現代風のアレンジでお送りしましょう。ティンティンディエ、we'll be right back.
新人デオをお送りいたしました。ソロはテナーサックスアンディ・ウルフ、トランペット中尾隆一、牧原正弘でした。それではここでリーダーの中地秀明さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。どうもいらっしゃいませお邪魔いたします、はい、オルケスタオバタララグランデ、もうちょっと早口言葉になりそうだ。あ、ちょっとね、言いにくいですよね、これは。申し訳ありません。そもそもは、はい、そのこのオルケスタというビッグバンド編成のバンドができる前に、小編成の、はい、そうです、あのオバタラという6人編成のラテンジャズのコンボをやってまして、はい、もうラテンに詳しい方だったらこのオバタラっていうのもよくお分かりかもしれませんが、まあ、世の中にオバタリアンなんて言葉もありますけれどどうしてもそっち行きますね。そういうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれません。ちゃんとご説明いただけますか。あ、オバタラですか、はい、ね、もともとアフリカが起源らしいんですけど、僕もよく知らないんですけどね。でそれが、移民とともに中南米とかに伝わってきて、ラテンの人々の間にある宗教があって、宗教って言っても堅苦しいものではなくて、日本でいうその七福神みたいに、もう隣のおばちゃんから親戚のおじさんまでみんな言えば分かる神様の名前の一つなんです。とてもハッピーな神様ですかね。ハッピーというか、なんか結構なんかその詳しいところになると僕もよく分かんないんですけど、まあ割とこう後から意味を調べたんですけどね。五感でおばたら、そうです、なんかちょっと日本語としてはユニークなんで、そうですね、覚えやすいというか、ね、でそのおばたらから、それが97年にですね、できました。でもちろんその6人編成のバンドもずっと続いてるわけですが、はい、その翌年98年に今度はこの大編成、そうです、はい、オルケスタオバタラ・ラ・グランデができました。そうです、大きい編成のオバタラという意味で、うんうん、それは大オバタラ、大オバタラですこの大オバタラはどうして作りましたか。ですね、オバタラ、6人のオバタラの方は割と自分のオリジナルを演奏するバンドなんですよ、うんうん、で、まあ、海外のラテンジャズという今結構盛んに行われているジャンルの中で非常にいい曲がたくさんあるの でそのままそのオバタラでやってもつまんないかなということで、ビッグバンドにアレンジしてお送りしているという、はい、中地さんといえばもう皆さんよくご存知、オルケスタ・デラルスの長い間メンバーでいらっしゃって、それこそもうサルサのリズムを引き下げて全世界を回られまして、そうですね、まあ、もちろんだからそのラテンのこのノリっていうのが全世界にこう通用するものだったのを肌で感じてらっしゃると思うんですが、そうですね、でもね、デラルスをやってる頃は、ラテンとかサルサのこと全然知らなかったんですよ。あ、逆に、デラルス入って初めてサルサを知ったという、はあはあ、で、ね、こう6年か7年ぐらいいろんな向こうの国に行って現地のミュージシャンとかと交流していくうちに、こういう素晴らしいジャンルもあるんだという、うん、なるほど、 それを広めるためにオバタラとか、今日のグランデとかがあります、ね、大変若いメンバーが本当に気持ちいい、気味のいいこのリズムを届けてくれるんでね、今日満員のお客さん もう全員がこう体を思いっきり揺らしながら聴いてらっしゃいます、ね、あそうか、あまりそういうわけにもいかないか、ね、立ってる人もいるから踊ってもらってもいいんですが、うん、はい、ぜひ私は思いっきり踊ってますので一緒に踊らせていただきます。さあそれでは、このオバタララ、ごめんなさい、もう一回あったもんね、オルケスタオバタララグランデ、ね、長いんですけれど、こちらの活動これからどうなってますか。そうですね、うん、まだ具体的に決まってないんですけども、まあ、できれば11月ぐらいに、都内のどこかライブハウスで演奏したいなと。11月にバンと届けてくれる、はい、小編成のオバタラの方は、小編成はですね、7月の26だったかな、その辺で、新宿のライブハウスとかで演奏してますので、はい、じゃあそちらもね、いろいろチェックして、来ていただきましょう、はい、中地秀明さんでしたさあそれでは続いて聞いていただくのは、中地秀明さんが去年 NHKFM 開局30周年特別番組用に作った曲、ファンキーなナンバーお送りいたしましょう。エバーレスティングプレジャー。
Resting Pleasure ソリストはアルトサックス近藤和彦、ベース池田達也、そしてトロンボーン中地秀明でした。
さあそれではここでもう一度メンバー紹介。トランペット牧原雅宏、佐久間勲、菊池成弘、中尾隆一、バストロンボーン堂本雅樹、トロンボーン小坂佐助武美、トロンボーン宮内岳太郎、バリトンサックス竹上義成、アルトサックスクラリネット谷口英二、アルトサックス近藤和彦、テナーサックス佐藤達也、テナーサックスアンディ・ウルフ、ピアノ中島徹、ベース池田達也、コンガ山北健一、ドラムス藤井節、そしてリーダートロンボーン中地秀明、オルケスタオバタラ・ラ・グランデ、いかがだったでしょう。気持ちよく揺れていただけました。そして熱い男たちのラテン魂感じていただけましたでしょうか。セッション505オルケスタオバタラ・ラ・グランデ、ご案内をしてきたのは小川向子でした。次の曲はバカラオコンパン、これはタラの入っているパンという意味の曲で、中地さん曰くこれは踊れますということ、思いっきり踊っていただきながら、この曲を聴きながらお別れです。